第22位秘密のアッコちゃんですね。ね、だんだんとこう遡ってるというかな、魔女小物もね、やっぱり遡るにつれて順位も上がってくるって、私の場合ね、やっぱりサリーちゃんからずっと見てますからね、原点に近いほど順位が上がっていくっていうことは、この先多分サリーちゃん入ってくんじゃないかなと思うんですけども、アッコちゃんはこの辺ということでね、これだから元祖魔女小物第2弾ですよ。魔法使いサリーに続く第2弾でね、これは一応はまあいないと思うんだけど、知らない人のためにこういうチャンネルでさ、こういうチャンネル来る人でさ、でわざわざ秘密のアッコちゃんの動画見る人でさ、秘密のアッコちゃん知らない人って多分いないとは思うけど、軽く説明しますと、鏡のせいからね、コンパクト、なんか、秘密のコンパクト、魔法のコンパクトをもらうんですよね。でそのコンパクトを持って自分を写して、テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、何々になれっていうと何々に変身できるという、そういう不思議少女のお話ということでございますね。で変身して戻るときにラミパス、ラミパス、ルルルルルルって言って戻れるというものなんだけれども、これね、何が面白かったかっつうとね、なんだろう、やっぱり秘密のアッコちゃんの場合ね、私の場合はですね、なんつうか音楽が染みついてるんですよ。これ小林亜星さんが音楽やってんだけど、やたらとね音楽と同時に思い出すっつうかな。例えばさ、大将を思い出すとね、大将ってのはガキ大将だけどね、赤塚大作って言ってさ、これ原作は赤塚不二夫さんの赤塚がついてる赤塚大作っていう、体の大きいデブのね番長的なキャラクターなんだけど、大将が出てくるときさ、パーワンワンパランパッパパッパパッていうパッパパーパラッパパーっていう、こうまあ大将のテーマ的なものと一緒に出てくるんだよ、必ず。なんかだからまあこの番組を思い出すと、そういうところどころの音楽と同時に思い出すっていうかな、こういうアニメって多分これが最初じゃないのかな、その場面場面で使う音楽を決めてるみたいなさ。サリーちゃんも小林亜星さんだったけど、ここまで結びつかないもんな。だ大将のテーマ的なものと、まあ、キャラクターのテーマっていうのを作ったの多分これが最初なんじゃないの。あとアッコちゃんの音楽でね、思い出すのはさ、こうアッコちゃんが走る場面とか、こう焦ってる場面で、タカタカンタカタカタンタカタカタドンドンズドンドンタカタカタンタカ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 ドンドンズドンドンタカ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 タ、これも思い出すね。テレレレレレ、これもやったら思い出すんだよね。ということはそれだけアッコちゃんが駆けずり回る場面が結構多かったんだろうね。なんか焦って、で急がないとみたいな場面結構多かった気がするな。そういう走る場面とかでこの音楽がかかるんでね。テラララン、テラララン、テラララン、テンデンズ、テンテン。あとどういうのがあったっけ、まあ、やっぱりあの大将のテーマに集約されるよね。ペーレン、レン、テレン。大体ドラってのいたよね、ドラ猫。で、大将の弟が少々ってのがいて、いつもおしゃぶり加えてるちっちゃい男の子なんだけど、でおしゃぶり加えてるからさ、なんかこう甘えた話し方なんだよね。で少々はいつもドラに乗っかって、ドラを馬みたいにしてこう移動してるんだよね。ドラすごいでっかいんだよ。だからあの猫さ、あれ一応猫なんだけど、なんかトラみたいにでかいんだよね。だから大将と少々とドラっていうこの3人組が結構インパクト強かったね、この漫画の中ではね。で大将の子分にさ、なんだっけ、おからっつんだっけな、モグラだか おからだか、なんかゴマか、ゴマって言ったっけな、ゴマって言った気がすんな、あゴマかもしんない。なんか子分がいるんだよね、なんか三角形っぽい顔しててさ、あれだ、なんかそばかすみたいのがあるんだっけ顔に、それがゴマの語源なのかなっつうね、いうふうに当時思ってたけど、あれがゴマっぽいからゴマなのかなとか思ってたけどね。そうだ、確か子分ゴマっつうんだよね。なんかその名前もおかしかったよ、ゴマって登場人物の名前がゴマっつうのすごいなんかおかしかった、あれで。アッコちゃんの親友がモコちゃん、モコちゃんっていうのもね、なんか名前が変な名前だなって、確かモトコが本名だったんかな。でモコちゃんっていうね、
モコちゃんも結構可愛い子だったよね。あとモコちゃんの弟がなんだっけ、カンキチくんだっけね、弟カンキチくんってのがいるんだよね。でこのモコちゃんとカンキチくんは例によってさ、よく兄弟喧嘩するんだけど、アッコちゃんが結構ねそれ羨ましかったりするんだよね。やっぱり自分が一人っ子だから。アッコちゃんは一人っ子でさ、いつも鏡ばっかり見てたっていう、だからまあ鏡のせいと仲良くなれたのかもしれないけどもね、そういう寂しい女の子なのよ。だ結構ねアッコちゃんが寂しがる描写も多かった気がする。そういうちょっとセンチメンタルなアッコちゃんも多かった気がするね。 Now get the chance チョキ。でパパが船乗りさんなんだよね、一作目は。あ、そうそう、この秘密のアッコちゃんって一作目ですからね、私が解雇するわけだから。一作目ね、二作目はほとんど見てなかったです。で船乗りなの、船乗りなんだよね。船長だったかな、船長だったような気もするけど、とにかく外国航路の船乗りさんで、でママはまあ常に家にいるんだけどね、美人のママでね、アッコちゃんより全然美人のママなんだけど、私ママの方が好きだったね、顔だけで言えばね。でパパはねそういう船乗りだから、普段はいないわけよ。でアッコちゃん余計寂しいのね、一人っ子だし。だから結構アッコちゃんが寂しがる描写多かった。でモコちゃんとカンキチくんがさね、いつも兄弟いるからそれ喧嘩するのをさ羨ましかったりするって、アッコちゃんがなかなか切なかったね。まあだからいつも鏡を見て一人で鏡とお話ししてるみたいなアッコちゃんが、まあ、空想で自分が変身できたらいいなみたいなさ、そういう世界が広がった話なのかもしれないね。この話そのものが夢落ちみたいな感じなのかもしれない。でたまにパパ帰ってくんだよね、本当にたまに帰ってくんだよパパが。かっこいいお父さんだねやっぱりね。でパパが帰ってくともアッコちゃん大喜び、すらそうだよね。そんな感じのあれだけど、まあでも船乗りのさ、そのパパっていう設定がすごい現実離れしてたっていうかさ、どれだけ身の回りにそういう人がいるんだっていう世界ではあったけどねマグロ漁船のさ親父さんとかだったらねあれだけどさまあなんとなくわかるんだけど、外国船の船乗りのパパさんっていうのは日本にどれだけいるんだっていう感じのするけど、まあまあそういう、だからアッコちゃん言ってみれば上流階級だよねやっぱりね。あと忘れられないキャラクターがチカちゃん、近所の女の子のチカちゃんっていうのがいてさ、メガネかけて、でこの子が噂屋なんだよねおばさんになったら絶対にさご近所さんの噂話して歩くような、そういう女の子なのよ。だからなんかあるとチカちゃんがいてメガネかけてさ、見ちゃった見ちゃったって言ってメガネこういじってさ、見ちゃった見ちゃったって言って、大変大変、アッコちゃんが何々してたわよみたいな感じで言いふらすのよ。だこのチカちゃんに万が一変身してるところ見られちゃったらもうえらいことになるわけよね。そういう町内の噂屋のさチカちゃんって言って、チカちゃんが確かさメガネなくすとメガネメガネって探してた気がするんだよな。安清の漫才でさ、安さんがさ、横山の安さんがね、よく清さんにこうメガネ外されて舞台上でさメガネどこやメガネメガネってやってた、あれの原型チカちゃんじゃないかなって私思ってんだけど確かチカちゃんもメガネ探してメガネメガネってよく探してたよねあれね。あとガンモって言ったっけな、ガンモっていうなんか落語家みたいな格好した子供いたよね。落語家みたいな和服を着てるなんかちょっと正体不明の子供がいたよね。なんで子供なのにあんな格好してるんだっていう。で何々でヤンスとかそんな言葉遣いだった気がするな。落語家かぶれなのか落語家の子供なのかようわかんないし、このガンモも正体不明だよね。そう確かあれがガンモっつったと思ったな。まあ、そんな感じの登場人物たちが繰り広げる話でございましたけどもね。まあこれね、まあ、元が赤塚不二夫さんの世界だし、でも原作と全然違うんだけどね、アニメと原作は全然違うんだけど、まあでもやっぱりギャグ路線が結構好きでしたよね。なんといっても主題歌ね、主題歌のあのね再放送の時ね、多分確か再放送の時だと思うんだけど、主題歌のカラオケがさ提供紹介で流れるのよ。テンランラン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 って、あのカラオケがね流れてて、それでね、あこれすごくいいメロディーなんだなっていうね思いましたけど、主題歌ね、あの歌で聴いてる時はそんなにいい歌と思ってなかったけど、カラオケはすっごい綺麗でいい曲なんだよね。で
やっぱりどうしてもアッコちゃんの主題歌ってことになると、エンディングのね、あのなんだっけ、はあなっといのなんだっけ、あれなんて言っただっけ、まあ題名忘れちゃったけど、あのエンディング主題歌やっぱりね、あれ一番最初にテレビでネタにしたのはトンネルズなんだよね、実はね。あれトンネルズがネタにして、買い込むの中でさ、で、はあ勉強やれーって言っておる。あれおかしかった、おかしかったよね。まあ、はあなっといって意味わかんなかったけどね、子供の頃はね。すでに私が子供の頃、そんな納豆売りなんか来てなかったしからね。あ、豆腐屋さんは来てたけどね、納豆売りは来てなかったから、なんで納豆なんだろうなって、それ不思議でしょうがなかったんだけど、まあ、まあ納豆売りだとしてもちょっと不思議だけどね。で、勉強やれーっていうさ、校長先生が顔を出して言ってるんだけど、校長先生さ、漫画の中では大人だしさ、校長だからさ、立場あるし、そんな口の聞き方じゃないのよ確かね。それがさ、その歌ではさ、勉強やれーとか言ってっから、そこもなんかな、って思ってたんですよ当時ね。なんか自覚ないみたいな、結びつかないなと思って見てましたね。まあでも歌は面白かったよね、確かにね。あのエンディング主題歌の面白さっていうのは、あれ水森亜土さんが歌ってんだっけかね。エンディング主題歌のおかしさっていうのは多くの人の記憶にあると思いますけれども、まあまあ私もちょっとその納豆エイの部分がちょっと不思議だったなっていうのと、まあ、校長先生の声とか喋りがね、あのセリフがさ、なんか劇とちょっと合わないなっていうね、そういう違和感があったという話でございますね。